チャンネルインクルージョンの時間です。皆さんいかがお過ごしですか。私は今仙台市青葉区、仙台メディアテイクに来ています。松根さん今日は何なの。今日はメディアテイクでイベントをやっています。昨日から、昨日から5日間の予定で始まりましたアートインクルージョン展、アートインクルージョンってねアートプロジェクトが多いです。今回は、ね、展覧会型のアートプロジェクトを展開しています。やっぱね展覧会って言ってもね、ここの中に福祉サービス事業所の日常を持ち込むとかね、あとだんだんできていくワークショップとか、参加型の、企画がたくさんあります。あとねドキュメンタリーの、ね、上映会もあって、昨日ね松根さんがねほぼ主演のドキュメンタリー上映しましたよ。ああ僕見ましたよ。見た、どうだった。すごかったです。あやさんも出てましたし、出てたね。だって我々が主演だから。ああ松根さんの出番さ一番長かったじゃない。そうですね、僕の出番が一番長かったのかもしれません。松根監督どうでした。監督第1回作品は、いや素晴らしいです。あ、ゆかさん昨日ねアートインクルージョンのドキュメンタリー、ゆかさんもバッチリ出てましたよ。え、そうなんですか。見た。まだ見てないよ。松根さんどう思う。まあ時間なくて見えないのかもしれないですね。まだね、まだ見られるとか、木曜日もね、木曜日今日か明日か、あれ今日、木曜日は今日ですね。あ、土曜日だ、土曜日。土曜日ね、今度ね、ちょっと変えたやつが出てきますんで。おー、大地さん、ぜひ皆さんもね、見てください。じゃあ、どうですか、あのメディアテイクでのアートインクルージョンって、なんか非日常感があって楽しいですね。非日常感があるけどやってることは日常っていうね、これ面白いよね。日常なのか非日常なのか、日常を非日常的空間に持っていく。ゆかさんこのコンセプトがしっかり分かってるじゃないか君は。なんかな、高級な場所で、アートのプログラムとか、ゆかさん、でもね、はい、実はね我々ねこれまでね公共空間でばっかりやってきたんです。そうなんですか。だってさ商店街でアートってさそもそももう公共空間でじゃないですか。あー確かに。ことでね我々がやってきたことの延長上に今ここがある。そして10年ありがとうみたいな感じですね。ということでね、皆さん21日まで、仙台メディアテイク1階オープンスクエアで行われているアートインクルージョン展ぜひ足をお運びください。いやちょっと今仙台でコロナ増えてるから怖いなという人はオンラインからも参加できますよ。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。いつまでもいつでも僕は君に癒されてた。そんな君に何ができる。